ちょっと名前がわからないですね、今。FCF さんじゃないですか。FCF さんだよ。FCF さんっぽいですね、色。そうですね、ネクロ5は後ろに先ほど1位抜けしたネクロのチームが見守っている。もうネクロ使いが10人くらい集まってます、ね。集まってますね、はい。ネクロ大連合とかして。はい。ネクロはこんな集まるのは、はい、このプレクーペンならでは。ならではですね。はい。さあでもヒューゴもここは勝っておきたいですね、やはり。そうですね、こう勝てば道は開けます。もうこれ体力リードした時点でやっぱネクロが行く側に変わりますよね。そうですね、おそらくでも行くんですか。でも行きますね、そのヒューゴ、はい、やっぱり中段はガード、中盤中盤中盤、すごい減りましたね。ものすごく体力差がつきました。もうブロッキングで関係ないんですね。そうですね、しかし結構前に出ますね、そのヒューゴは。はい、攻めたがりなんでしょうか。中盤が4発、ブロッキングからタッチショーパン、うまいですね、はい、やっぱりもうここら辺のプレイヤーはこういうキャラの対策もしっかりしてますね。はい、ダイキック、はい、ヒューゴは体力が多い。ジリジリしてますね、はい。SA は超電磁なんですね、スタン狙いのエレクトリックスネークではなく、ビリビリするやつですね、はい、全体が 一撃にかける方です、ね、はい、3割5分くらいですね、ダメージ。対するヒューゴもハンマー、ハンマーですね、投げじゃない、一発じゃないですね、はい。一応ネクロのバックジャンプ中パンチあるんですけども、あれブロッキングしたらシュートダウンが確定します、ね、なるほど、はい、ここ絵面的に面白いので、はい、まあ、もし読めてるときはやってもらえないですよ。殴り合い、ここで中盤も OK ですね、シュートダウンも入る、中盤かシュートダウンが入る、はい、はい、おっと、さあ近づけるか、往年の長いキャラ対重量キャラ。そうですね、外からチクチクと 2,3 発もらっても痛くないんですけど、積み重なるとやっぱりちょっときつくなってきますね、体力の差が。そうですね、触らせないようにやってますね、今。しかしやっぱり時間がだいぶなくなってきますね、残り19秒。体力リードしたヒューゴはもう攻めなくてもいいかなという状況です。ちょっと守り気味になってますね。そうですね、ここはお、ただまだ超電磁なので、うおー、前出しから打っていく、生きてますね。今度は逆にネクロが逃げる逃げる逃げるおー、いやー、勝負師でしたね、走ってきましたね、前出しからぶっぱ。確かにあれしかないですもんね、もう勝つためには、はい、このための超電磁だったと言わんばかりのいい攻めの策でした。さあまだ超電磁ゲージがたまる。あれでもこれはもうネクロ対象ですよね。そうですね、おそらく、はい、今じゃあもうこれ今のガードされてたら負けちゃってたんですね。今のガードされてたら負けてたかもしれないですけど、それでも打っていくのが対象です。こもってますね、こもってますね、気持ちは。ブロッキング、はい、長くて反撃できないんですね、はい、じり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 、チミーに攻めていきますね、ネクロ。チリが積もってきましたね。そうですね、チリも積もれば5割です。おお、きっちりつないで、あ、もう壁ですね、ここから、はい、こっからさあ2択が、おお、新しい攻めかと思いきや、すかして、さあ PA はせずに端に追い詰めて、これは超電磁があるので対空も結構性能はいい状態です。少し、おお、ブロッキングから生で、うわー、痛いのが入る、まだでも超電磁がある。さあどうなる、ヒューゴとどめを刺せるか。ヒューゴにはゲージがないですね。おお、差し返し、これは残り時間18秒15秒、息の詰まる攻防です。静かになっちゃいますね。おお、小足で止める、ヒューゴ踏ん張った。ヒューゴが上がります、勝ちましたね。そうですね、